8.8cm パック43-41は第二次世界大戦中にドイツ国防軍で採用された合計 88mm の対戦車砲である。1943年クルップ社により開発された新型対戦車砲型が 8.8cm パック43が採用された。これは当時存在したあらゆる敵戦車を 撃破可能な強力なものであったが、方針の生産ペースに比べ、全周旋回が可能な十字型砲がの生産が遅延気味であった。前線では強力な対戦車砲が早急に求められていたため、この方針と砲弾を流用した、すぐに量産可能な対戦車砲を、ラインメタル社が開発することとなった。71口径の方針はそのままだったが、パック43とは異なり、 同社の 7.5cm パック40のものを砲弾に合わせ拡大した激発装置と水平左線式の半自動式偏先が使われた。砲側 10.5cm レフ18のものをベースに拡大、改良したもの。砲足は 10.5cm レフ18から流用。天輪は 15cmSFH18 から流用と。 規制の方の設計や部品を極力利用して作られていた。これは前述のように早急に生産可能にするための工夫であり、砲の生産コストを下げることが目的というわけではなかった。方針と砲弾が同じため攻撃力もパック43と同等である。通常の誹謗をつけて交流弾である p z g r 3 9 4三を用いた場合、 30度、傾斜した、走行板に対しては20、mm、203mm 18、185mm 16、165mm 14、148mm 13、132mm、貫通できた。タングステ転ン進ンが仕込まれた、PZGR40、43の場合、30度、傾斜した、走行板に対しては23、mm、237mm 21、217mm、 1 9 3ト、mm、ル1 7、mm、1トル1 5 3ト、mm、ルであった。全体にパック40を大型化したような形であり、パック43とは異なり、射角は左右28度ずつであった。パック40ですら人力での迅速な移動が困難になっていたので、大型化したパック43、41では配置につけるだけでも重労働となった。 このため、大きく重いものを意味する、ナヤノとのあだ名を付けられている。また、牽引車両は、パック43と同じで、5トンハーフトラックや、後継の SWS、または、L4500R マウルティアなどであった。捕獲されたものが、ドイツ軍重戦車に対して使われたり、野放代わりにされたのもパック43と同様であるが、 生産数そのものが少ないため捕獲され活用された数もまた少なかった。パック四十三、四十一は九百四十三年三月から九百四十四年八月までの間に計百五十四門が軍に納入された。パック四十三の生産が安定しない期間、ピンチヒッターとして並行して生産されていたが、九百四十四年に入ってからは、 パック43の月間生産数が3桁を維持するようになり、パック43、41の生産は終了した。また本法を自走法用に改造した、パック43、1も開発され、494門が対戦車自走法ナースホルンに搭載された。月間グランドパワー2007年10月号ほか、ありがとうございます。